本日の茨城おすすめグルメ旅。本日やってまいりましたラーメンと定食のお店、市村、えー、ズームインサタデーしてこちらメニューの表を確認してまいりますよ。えー、いろんな、ねえー、定食がございます。いろんな種類の定食がリーズナブルなものから、まあまあなお値段のものまで。えー、こちら、アジフライ定食でございますね。こちら、えー、私が頼んだのは、ね、ラーメン定食。 ハムカツと、えー、こちら何ですかラーメンがついているこちら。昔ながらの中華そばでございますね。こちら麺見てください。こちら。はい、昔ながらの感じが出てますね。ノーマル麺でございますね。ザン麺でございます。はい、食べてみるみたいです。いやはい、おいし、はい。チャーシューも。ほんで、海苔でしっかり挟んで、えー、食べたところ、こちら。おうまい。あ、なるとまでしっかりございまして。えー、マグロのブツかハムカツか、えー、選ぶことができるみたいです。 日替わりのメニューになっておりまして、その日によってあの付属品が違うという、あ、分厚いハムカツにあソースまでかけちゃっておいしそうですね。あら、あサックサクでこちら分厚くて、あ、ライスがちゃんと進んでら、あ、ポテトサラダとキャベツまでついて、ポテトサラダにソースをかけることによってえ、キャベツが進むという副作用がございますのでお気をつけください。あ、こちら漬物もシャムこいって、あ、豆腐ももこみち。 はい、アジフライにソースをかけて反対にしたハートのマークでございますね。はいシャムコキうまっぺでございます。サックサクに揚がったアジフライ。あほんで、この中華そばのこのね昔懐かし中華そば。一村定食一村